マイセンのテーブルウェアピンクローズの紅茶茶碗中国風のティーポットセンはドイツのマイセン地方で生産される時期の古障名実ともに西洋白磁の頂点に君臨する名誉である。東洋からもたらされた白磁は17世紀頃の西洋社会では憧れの芸術品であった。各国が競ってその製造開発に乗り出し、 ザクセン選定公献ポーランド王のアウグスト2世も、錬金術師ヨハンフリードリヒ・ベトガーを遊兵し、白磁を作るように命じた。ベトガーは、物理学者、数学者、哲学者エーレンフリート・バルター・フォンチルンハウスらの協力を得て、1709年に、ザクセン・フォークラント地方のアウエ鉱山の香りを原料とした白磁の製造に成功した。アウグスト2世はこれに大満足し、 西洋時期の歴史の幕が開けた。翌1710年、ドレスデンに王立作戦時期工場が設立され、皇室時期製造の独占権が与えられた。これが現在の国立埋線時期製作所の始まりである。数ヶ月後に、時期工場は2 5トル離れたエルベ川沿いの埋線地方、アルブレヒト城の内部に移され、厳重に機密が保持された。 また、同年1月23日には、ザクセンでは、今や、東インドと同等の時期の製造が可能になったという、布告が出ている。なお、ベトガーは、幽閉を解かれることなく、直ちに染め付けの複製を命じられた。しかしベトガーはこれを果たすことなく37歳で、死亡した。近年の研究では、シルンハウスは1704年に、 すでに時期の調整に成功していたのではないかとも考えられている。マイセンのトレードマークマイセンはエルベ川の周運により材料、製品の輸送が容易であり、また近辺には露天掘りでカオリンを採掘できる在立鉱山もあり、この立地条件の良さが現在に至る繁栄を支えてきた。初期のマイセンのデザインは 中国の五歳時期や日本のイマリアキの影響を受けているが、1720年にウィーンから招かれた絵付け師、ヨハン・グレゴリウス・ヘロルトラによってヨーロッパ的なロココ調の作品が主流になった。1764年には工場施設の芸術学校が創設され、4年間の訓練、実習と専門課程が設けられている。また、 1865年に作られた国立埋線時期製作所では、この芸術学校の卒業生が大勢働いている。贋作防止のため、埋線の陶磁器には交差した日本の県のトレードマークが1723年から用いられており、これは現在まで使われているトレードマークの中では、最も古くからあるものの一つである。なお、 はや唾の傾きなどは年代によって変化している。ありがとうございます。